こんにちは、こじこじです。今回はマイコンボード ESP8266 を使用したスタンドアロン型単体で動くインターネットラジオを自作したいと思います。今回は ED スモーレンバーグ氏が作成したこちらの ESP ラジオの再現自作をしていきます。難しいプログラミングの知識は必要ありません。それでは概要を見ていきます。こちらのリードミーですね。 ESP ラジオ、インターネットラジオベースオン ESP8266&VS1053 ということで、秋月電子の ESP8266 マイコンを搭載した ESP-WLOOM-02 開発ボードと、Amazon で販売されているこちらの VS1053MP3 デコーダを使用して作成していきます。こちらが秋月電子で購入しました ESP8266 開発ボードということで、少しねお値段の張る方を購入しました。でこちらが Amazon で購入しました MP3 デコーダ VS1053 ですね。ちょっとこちらの基板熱を持つので、僕の方でねヒートシンクつけてあります。マイコンボード非常に小型です。 2×5 もないんですけども、このちっちゃなマイコンボードに Wi-Fi が乗っていたりとすごいですね。このままでも使えるんですけども、このね足をつけてあげることによってブレッドボード上でも使いやすくなると思います。それではちょっと足つけていきます。それではマイコンボードに足つけていきます。個人的にブレッドボードに固定してやった方が簡単だと思います。こんな感じで、はい、すっごい地味な作業なんですけども、これがあるとないとでは全然ね使い勝手が違います。はい、ということでね、すべて付け終わりました。続いてこちらのマイコンボードにプログラムを書き込んでいきます。プログラムはアリデュイの IED を使用して書き込んでいきます。ソースコードの先頭の方、コメントアウト欄に設定情報などが書かれています。 ESP8266 マイコンボードにアリデュイの IED でねプログラムを書き込む場合、ボード設定やライブラリーなどのね追加をする必要があります。設定値はこのような感じになっています。リセットメソッドについてなんですけども、今回はノード MCU ではなく CK モードで書き込んでいきます。 ESP8266 ちょっと面倒くさい仕様になっていまして、通常状態ではプログラム実行モードとなっています。この状態ではプログラムをね書き込むことができません。プログラムを書き込む場合にはこちらのリセットボタンを押したまま、こちらのプログラムボタンを押してリセットボタンを離してからプログラムボタンを離すとねプログラムモードとなります。またこの ESP8266 単品でも売ってるんですけども、この単品を使用する場合はボタンとか抵抗とかをね自分でつけなければいけないので、結構ね開発に手間がかかったりします。それではマイコンボード ESP8266 と MP3 レコーダー VS1053 簡易実装アセンブリしていきます。はい、今回ね100均で買ったスピーカーと、100均で同じくね300円で購入しましたモバイルバッテリーを使用します。まあモバイルバッテリーもスピーカーもね自分のお好きなものを使用してください。それでは動作確認していきます。電源オン、無事にね音が鳴りました。あとはこれをねケースに収めればラジオの完成です。
このままね遊んでもいいんじゃないかと思います。最後にラジオのねケース作っていきたいと思います。今回は100円ショップキャンドゥで見つけたねこんな感じのケースにスピーカーをねこのように収めまして、こちら穴開けてねこの辺にボタン類つけてラジオにしたいと思います。完成しました。動画内では紹介していないんですけども、見た目をねかっこよくするために四つ端にね金具をつけています。こちらは100円ショップダイソーで購入した金具です。それでは電源入れます。電源オン。インターネットに接続するので少しね音楽が聞こえるまで時間がかかります。こちらのボタンで登録してあるインターネットラジオのね、曲を選択できます。Well, it is, let's see, 40 degrees downtown, 35, BWI Marshall Airport.ということで今回はインターネットラジオを自作してきました。一昔前電子工作入門というとねラジオだったんじゃないでしょうか。僕も中学生の頃授業でねラジオを作りました。その当時はね電子工作とか全然わからなくてただハンダ付けしてただけです。今回紹介したインターネットラジオは現代版のね電子工作入門にもねいいんじゃないかと思います。インターネットラジオはパソコン、スマートフォンがあればね聞けちゃうんですけども、それ専用機がねあってもねいいんじゃないかと思います。中身はデジタルなんですけども、外をね木の箱にすることによってデジアナでねすごくロマンがあっていいんじゃないかと思います。僕個人的にはね満足いく仕上がりにできたんじゃないかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。前回の動画がちょっと夜遅くのね投稿になってしまったので、まだ見ていない方、まあ見てやってもいいかという方いましたらこちらにねあるのでぜひ見ていってください。この動画が参考になった、面白かったという方はチャンネル登録高評価していただけるとね僕のモチベーションが上がります。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。